はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットやっていきたいと思います。ついレアガチャですね、最初は。サイドワインダーでした。さて、今回なんですが、前回京都記念で、一着を取りました。なので、まあ春競馬に向けて走っていくわけですが、どうしよっかな。今ベスト体重が460キロなんですよね。これでですね、放牧から返して、何に出すか。ですよね、何に出すかが難しいんですが、大阪杯かな。大阪杯が良さそうですね。前走ですね、 G2 にもかかわらず結構新勝だったなっていうのが、まあ引っかかってますよね。ドバイのウィークですが、とりあえずその翌週の大阪杯に出走させたいと思います。もちろん吉富先生です。まだベスト体重は いい仕上がりになってきたのか。これが逆にプラスに働いたってことなんでしょうか。ちなみに人参か。これでいきましょう。おや？ああ、よかったよかった。これでベスト体重のはず。ベスト体重ですね。これしっかり出せます。で、この馬ですね、瞬発力は SS なんですけど、勝負根性も S ということで、なかなかいいですね。意外と前でも競馬できるってことじゃないかな。圧倒的一番人気。メルシーアトラですからね。ただ、それから、アリマを取った大優作、ホワイトストーンが2番人気か、スーパーガリオンとか懐かしいな。さあ、まあ
G1 っていうメン、G1 並みのメンバーかといったら、ちょっと疑問がある、このメンツなんですが、大阪杯です。まあ、勝って当然でしょう、これ。そう。あっちゃー、なんだこのひどい出遅れは。さあ、この出遅れがどう響くか。最高峰にかなえるのはかーいんですけど、ペースもそんなに速くない。さあ3コーナー。届くんかなこれ。まだ最高峰。そんなに長くない。ホワイトストーンが抜け出した。結構いい足。おーっと、しかし、もうカタノギブレット、すごい素足だ。届かないぞ、これ。直線が思ったより短いや。あっちゃーっていう感じですね。いや、これは。残念です。本当残念すぎる。最初から最高峰に構えるのと、出遅れて最高峰じゃな。スプリンター祭り。はい、というわけで、大阪杯、残念ながら負けてしまいました。まあ、次こそ、勝ちたいですね。安田記念あたりかな。巻き返していきたいと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。